皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日は初心者はこれ聴けシリーズの続きということで、ボーイというバンドのマリオネットという曲に皆さんと一緒にチャレンジしていこうかなと思っております。まあボーイというと、もう僕よりも5個とか10個年上の方々が世代だと思うので、まあ、もし皆さんが10代とか20代だったとしたらば、はてボーイ、はてマリオネットになっちゃうかもしれないんですけども、まあ、あの布袋さんがね、作ったもの超もう ドヒートソングでございます。曲名知らなくてもこのフレーズはなんか聞いたことないですか？なんかこの曲自体はなんか聞いたことがあるような感じがすると思います。まあ、そのぐらいもエリキギターの定番中の定番 の曲なんでございますよ。ハンマリング、プリング、スライド、アルペジオ、その他もろもろ、アーミングとかね、もうチョーキングとか、もうすごいいろんなテクニックが出てくる曲で、まあ、正直ぶっちゃけちょっと難しいんですけれども、できるとかっこいいから楽しいし、なおかついろんなテクニックを習得できるし、本当もうね、これはもういいことずくめの曲なので、ぜひともチャレンジしてみていただきたいです。曲知らない方はね、何回か検索モードに、そのボーイ、マリオネットみたいな感じで検索をして、ちょっと曲を覚えてから戻ってきていただけますと幸いでございます。頑張って今回はマリオネット一緒に練習していこうぜ。バシコーンっつってね。で、今回もまたご多分漏れずに、一応楽譜がございます。タブ譜がございます。欲しいという方がいらっしゃいましたら、概要欄の方に URL を貼っておきますので、もしよければお求めいただければ幸いでございます。でもなくても、ぶっちゃけ動画だけで全然 OK です。でもまあちょっとまあレッスン代がてら、まあちょっと買ってるかみたいな感じの方がいらっしゃったら、もしよければ概要欄の方から楽譜ゲットしてみてくださいませ。でも何度も。いうようですが、楽譜なくても絶対コピーできます。画面のズバババン、お手元もお見せしながらやっていきますので、よかったら一緒に練習してみてくださいませ。それではギターを早速持っていただいて、まずイントロからレッツスタート一緒にしてみましょう。イントロこんなん。レッツライ。予言の6フレット、早いですね。予言の6フレットを薬で抑えます。この音。で、その次、人差し指で3弦の4フレットいきます。3弦の4フレット。薬指でこの 6フレットいったら、人差し指で3弦の4フレット。その次、人差し指で2弦の4フレットに行くんですが、この時に人差し指が、ここ一個一個押さえずに、先っぽと腹で押さえられるようにしましょう。悪い例1、バラバラに弾いちゃう。これよろしくない。で、悪い例2。押さえっぱなしは逆によろしくない。こんな感じで3つ音を鳴らしているわけなんですけど、その3つの音がベーベーベーみたいな感じで重なってしまうと不協和音っぽくなってしまうので、ペン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 とペンペンペンとこの重ならないように音を鳴らしてあげましょう。悪くやると。これだと2個目と3個目のとかつながってしまってますよね。こういうじゃなくて1個1個途切らせる。先っぽの方と中の方。をクニクニしてあげて、音を途切らせてあげましょう。で、パンパンパンといったら、その次中指で、中指で2弦の5フレットに行きます。で、この4つまではまだいいんですよ。ベレベベまではいいんですよ。この後が大変。トリルというテクニックを使います。ハンマリングとプリングの組み合わせ技でございますよ。どうやってやるかというと、まず人差し指で2弦の4フレットを弾きます。で、これを弾いたら中指でハンマリング、プリングを瞬時に行うんですけれども、弾いたら中指で2弦の5フレットをまず叩きます。ハンマリング。ハンマリング。で、その次、この中指でを弾いて、プリング。これを一瞬で、パニアっていきます。弾く、叩く、弾く、弾く、叩く、パニア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 です、パニアっつって。で、このパの時にピッキングして、2の時にそのハンマリングをするわけなんですけど、このハンマリングが遅かったり弱かったりとかすると、パッ、塗っちゃうんですよ。パー、パニー、パーニー。で、そのパニーヤーと行くんですけど、パニーヤーの時も、この中指がこの離れるだけじゃヤーが出ないんです。悪くやると。こうじゃなくて。
しっかりとこの中指を弾いて、パニーヤを出してあげると。で、このヤをはっきり出してあげるためには、中指のこの持っていく方向がとっても大事です。ちょっと中指見てください。悪い例の時はこんな感じ。悪い例、中指がそのまま元に戻るパターン。これよろしくない。でも、こうじゃなくて、中指がこう根っこの後ろにこう引き寄せられるというか、指をこう曲げる方向で、大げさにやるとこういう感じ。しっかりと弾くんです。これ大げさですけどね。良い例。分かりますか？方向見てください。方向。これいい方向。悪い方向。こうじゃなくて。これがそのパニアです。パニア。覚えてくださいませ。人差し指を引いて、ハンマリングプリングを瞬時にやると。パニア、トリルとか言ったりとかします。トリルの場合は、連続したりとかするんですけども、こんな感じでパニアテクニックが出てきます。パニア、覚えてください。パニア、すげえよく使います。これも全然エレキギターの必須テクニックでございます。パニア。で、このパニアするときに、結構その肩からなんかその腕とかそのピッキングのするこの指とかがすげえ力んじゃう人というか、そのめちゃめちゃこう焦って、早く弾こうと思って、なんかガバッてなる人結構いるんですよ。みたいな感じで。なんかこのピッキングが、なんかこの焦って速くなっちゃったりとか、なんかこの中指に力が入っちゃったりとかせずに、ピッキングは1回です。パニアのパンの時だけ、パニアのパンの時だけピッキングします。パで、ニーが、パパパじゃなくて、パ、ニーが。なので気をつけてくださいませ。気合を入れずに、ピッキングの回数を増やさずに、そしてしっかりとハンマリングをして、しっかりとピッキングをする。こんな感じでパニアをはっきり出すというのが、イントロの難しいところかなと思います。で、そのパニアが終わったら、パニア、ポンポン、パニア、ポンポンと、3弦の6フレット、4フレットいきます。パニア、ポンポン、3弦の6フレット、4フレット。パニア、ポンポン。つるたら、パニア、ポンポン。これが一生説明です。つるたら、パニア、ポンポン。するたらパニアポンポン。で、その次、中指で3弦の3フレット。薬指で4弦の4フレット。で、人差し指で1弦と2弦の2フレットをまとめてバッと押さえて。マーリー・ワーマーリー・ワーって言います。マーリー・ワーです。マーリー・ワーねえが、小指と薬指で3弦と4弦の4フレットを押さえます。薬指が4弦の4フレット。で、小指が3弦の4フレットですね。マーリー・ウォーレス。で、このマーリー・ウォーレスと行くときは、マーリー・ウォーネの部分は、薬指と小指を2本で押さえてもいいですし、うまくいけば薬指1本で押さえても構いません。好きな方で。慣れてくると薬指の方が楽かもしれないんですけれども、薬指だとその余計な音が出かねないので、僕の最初のおすすめとしては薬指、小指です。どっちもいいです。僕の最初のおすすめとしては2本だけども、薬指1本でやった方が良ければ、そっちでも全然 OK です。で、これを つなげると、つるたらパニアポンポンバリボーです。つるたらパニアポンポンバリボマリウォーレイ、こんな感じ。で、このスルタラパニアポンポンマリウォーレイを4回やるんですけど、4回丸々繰り返すんですけれども、2回目の、スルタラパニアポンポンマリウォーレイに関してはプラスアルファします。全部一緒なんですよ。4回繰り返す中の、2回目だけちょっとプラスアルファをするんですけども、でもプラスアルファするって言っても基本は一緒なんです。2回目、スルタラパニアポンポンマリウォーレイまで全部一緒。でも、このマーリー・ウォーレーが終わったら、ペッペーが入るんです。ペッペー。で、そのペッペーが何かっていうと、薬指、もしくは小指薬指を2本使って、2弦と3弦の4フレットを2回弾くんです。ペッペーと。マーリー・ウォーレー、ペッペー。薬指1本でも構いません。小指と薬指併用でも構いません。こんな感じで、マーリー・ウォーレーって言ったら、ペッペーが2回入ります。ペッペーペーが2回入るわけですね、ペが。それでこう、つなげていけば、完成でございます。ちょっと一度やってみますと、こんな感じ。ワン、ツー、スリ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 
で、その次なんかズラドンダズカルパーンゲゲゲンっていくんですけど、ズルタランが、こんな感じで。このツルタラはね、ちょっと難しいんで、2パターンいきましょう。まず簡単バージョン。簡単バージョンのツルタラ。ツルタラのツの音は、中指で5弦の4フレットです。ツーで、ツー人差し指で4弦の3フレット。ツー中指、人差し指、小指で4弦の6フレット。4弦の6フレット。で、ツルタまで一緒なんですけども、ラ、ツルタラーと行くときに、2つ。まず簡単バージョンのラは、このまま小指で、ツルタのこのタの余弦の4フレット、余弦の6フレットと一緒に、このちょっとこうお腹を使って、3弦と余弦の6フレットを一緒に鳴らしちゃう。これがラ。ツルタラ。これが簡単バージョンのラです。こんな感じ。で、難しいバージョンの方のツルタラに関しては、原曲通り弾くとこんな感じなんだけども、ちょっとこのコードが難しいんで、最初はやらなくてもいいです。一応ちょっと軽く紹介させていただきますと、ツルーといって、タを薬指でいきます。で、ツルタ、同じ4弦の6フレットなんですけども、薬指で押さえます。で、人差し指で2弦と3弦の4フレット。で、小指で1弦の7フレットを押さえて、4弦から引くとすると、6、4、6、6というコードを押さえるんです。これがラの音です。ちょっと難しくないですか？薬指、人差し指、人差し指、小指で6、4、4、6の音を押さえる。まあ、これだけだったらできるかもしれないですけども、フレーズに組み込まなきゃいけないですよ。こんな感じが難しいバージョンのツルタラです。簡単バージョンは全然大丈夫です。とりあえず簡単バージョンでやって慣れてきたら、難しいバージョンでやるようにしていきましょう。何気にコードがちょっと難しいんで、最初は厳しいかと思いますが、そんな感じはちょっと皆さんのレベルに合わせて練習してみてください。で、その後に、パワーコードをガガガンと弾いて、イントロ終了となります。6弦の2フレットと5弦の4フレットのパワーコードですね。これ3つ弾いて終わるという感じです。イントロいきましょう。こんな感じ。ちょっとこのツルタラーンとリズムが取りづらいんですけども、ツルタンタタワンツボボボ、ツルタンタタサンシーワンツボボボっていうタイミングでいきます。ツルタラサンシーワンツボボボン、ツルタラサンシーワンツボボボン、このタイミングでつなげていきます。その後バジュラリーといってみましょう。次は A メロですね。一応このイントロのツルタラーバニャポンポンでレバーローンってあるじゃないですか。ツルタラーバニャポンポン周りワレンのフレーズ。これ、イントロでまあやってるわけなんですけれども、サビもこれなんで、サビもまるっきりこれなんで、ここまで弾ければ、イントロとサビが弾けたことになるかと思います。なので、次覚えることとしては、A メロと B メロということ。A メロと B メロ、ちょっくらいってみましょうか。まず、パワーコードの順番を確認しましょう。人差し指が6弦の4フレットの G シャープというパワーコードからスタートします。G シャープ。で、その次、人差し指が5弦の6フレットの D シャープというパワーコードに行きます。6弦の4から5弦の6へ。で、その次1個、フレットが上がって、5弦の7フレット、6弦の7フレット。6弦の4フレットから斜めにずれて、1フレット上がって、弦が1個上に上がる。こんな順番です。
をブリッジミュートと、オープンを使って、リズムを作っていきます。1回ジャーと普通に弾きます。で、ブリッジミュート4回弾きます。4回です。ジャー、ズン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 。で、ジャー、ズン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 と4回ブリッジミュートしたら、最後にもう1回ジャーを弾くと、ジャー、ズンズンズンズン、ジャー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 。さっきやった4つのコードをそれぞれ、ジャー、ズン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 、ジャーのコードで弾いていきます。リズムで弾いていきます。こんな感じ。こんな感じです。で、その次、5小節目から人差し指が 6弦の2フレットからスタートです。6弦2フレット。で、ちょっとリズムが変わって、ジャーズンズンズン。最初のジャーズンズンズまでは一緒なんですけども、ジャーズンズンズズを3つ弾いたら、ジャーズンズンズ弾いたら、この人差し指のこのお腹の部分を使って1弦と2弦、この音を鳴らしていきます。ジャーズンズンズンカズンズン、ジャーズンズンズンカズンズン、ジャーズンズンズンカズンズン、ジャーズンズンズンカズンズン。こんな感じです。で、その次、人差し指がまた斜めに行って、5弦の4フレットですね。これを、ジャーズン、ジャーズン、ジャーズン、ジャー、ジャー、ジャーまで弾いたら2フレット上げて、人差し指が6フレットの状態まで向きます。ジャー。で、その次、人差し指をもう1個上げて、5弦の7フレットですね。5弦の7フレット、E コードに持っていって、また基本のパターンのジャーズン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 ジャー。で、ラスト8小節が、こんな感じでピッキングハーモニクスをかましていきます。人差し指が6弦の2フレット、で、薬指4弦の4フレット。で、3弦の3フレットを中指で押さえて弾くんですが、右手のピッキングをうまい具合にやって、こういうギャーっていうような、このピッキングハーモニクスという音を出していきます。ちょっと確認してみましょう。ピッキングハーモニクスどんな感じであるか。ちょっと軽くお話をさせていきますと、まずこの3弦の3フレットを弾くじゃないですか。じゃないですか。で、この時にピックの動きをちょっと見ててほしいんですけども、3ステップあります。まず1つ目。1つ目のステップは、この3弦を弾いたら、まず2弦に当たるようにするということ。悪い例としては、3弦を弾いた後にこのピックが外に流れちゃうやり方。こうじゃなくて、3弦を弾いたら2弦にピックが当たると。で、ちょっと奥に押し込むような感じですよね。悪くやると、外側にこういうふうに行くピッキングでやって、じゃなくてピックを奥に持っていくような感じです。振りかぶって奥に、で、これがストップステップ1で、その次ステップ2に関しては、この3弦に3弦を弾いたとき2弦にピックが当たるじゃないですか。で、この状態でこの親指の側面がこの3弦に当たる角度を作ってほしいんですよ。もう一回、さっきのステップ1で3弦を弾いたときに、弾いた後にこの2弦にピックが当たりますと。で、このピックが2弦に当たっている状態のときに、この角度を工夫して、親指の側面を3弦に当たる角度に持っていくんです。こんな感じ。これ極端に悪くやると、こういうのとか、これ3弦全然触れてないじゃないですか、親指のところに。こうじゃなくて、ピックをこう斜めにしたりとか、親指に角度をつけたりとかして、親指の側面をこの3弦にくっついてあげるんです。これがそのステップ2。ピックの先端は2弦に当たってます。で、この親指の側面は3弦に当たってます。これが、ステップ2の状態です。
で、さっきやったステップ1 の, その奥にピッキングをした後に、このステップ2のこのパターン、このフォーム、この位置、ポジションに持っていけるようにピッキングしたいんです。やってみましょう。こんな感じ。こんな感じです。こんな感じで音が止まってしまって全然問題ないです。むしろこうやって音が鳴っちゃうと触れてないということなんで、キャーンって音が鳴るか、もしくはすぐに音が途切れちゃう。こんな状態がステップ2の完成図です。で、ステップ3としては、このピッキングをした後にすぐ指を離すということ。なんていうのかな、そのバーンといって、こうすぐ指を離す。このピックを指を離す動作が遅いと、この音が完全に止まってしまうので、触ったら、こんな感じで遅いとダメなんで、これ遅い。でもそうじゃなくて、ささっと。このピックを素早く離してあげると、親指の側面を素早く剣から離してあげるというのがステップ3でございます。で、これ、ピッキングする位置によってその出やすい出づらいがあるので、ちょっといろいろこの位置を試して。試行錯誤していただきますと幸いでございます。こんな感じで、ピッキングハーモニクスという音を出していきます。もしこれ、ピッキングハーモニクスうまくできないぞという方がまだいらっしゃいましたら、検索窓に、ピッキングハーモニクスって入力すると、僕の昔の動画が出てくるので、ちょっとそちらの方で練習してみてください。そっちの方でもっと詳しく説明させていただいております。ピッキングハーモニクス。そんな感じ。それが A メロの前半でございますね。ちょっと通してやってみましょうか。こんな感じになります。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです。感じが A メロのパターン前半でございます。で、後半になってくるともうほぼほぼ一緒なんですけれども、最後のところだけ違います。最後のこの8小節目っていくところ、これまでは全部一緒。ワン、スリー、フォー、ワン、スリー、フォー、ワン、二、三、四、五、二、三、四、五、二、三、四、五。ここまでは全部一緒。で、最後は、むしろ簡単にやります。さっきやってましたけども、人差し指が6弦の2フレットのパワーコードを3回弾くと。こんな感じ。こんなんでございます。これが A メロのパターンです。で、その次、B メロに行くんですが、B メロはですね、アルペジオっていう、このまたこうややこしいテクニックが出てくるんですよ。結構繰り返しが多いんで、シンプルっちゃシンプルなんですけども、ちょっくら難しいかと思います。やってみましょう。ちょっと弾いてみますと、こんなん。これが、今から弾くフレーズです。順番に行きましょう。まず、人差し指が1弦の5フレットを2本押さえます。1弦と2弦の。5フレットですね。で、中指で3弦の6フレットに行きまして、その次薬指で4弦の7フレットに行きます。で、これそれぞれその中指、薬指、中指、人差し指、人差し指を押さえっぱなしにしておいて、さっきの単音、そのイントロのさ、の時と違って押さえっぱなしにして音を伸ばしていきます。むしろ伸ばします、この場合は。こんな感じで、これを、そんなパッコンだ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 、こんなリズムで弾いていきます。4、3、1、2、3、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 4、3、
じで、それぞれの弦をアルペジオしていくと、一本一本かいつまんで、つまんでいくといくような感じの、内容になっております。続きいきましょう。まず1小節目、1個目はここの、7-6-5-5 のポジションで弾くんですが、その次はこの形のままブラーッと下がって、人差し指が圏外になってしまうところまで持っていきましょう。下げすぎて人差し指が圏外になって、中指が3弦の1フレット。で、その次薬指が4弦の2フレットの位置まで持っていったら、右手のパターンは全く一緒です。4-3-1-2-3。ここから。中指で3弦の2フレット、薬指で1弦の2フレットのフォームにして、また弾く弦は全く一緒です。中指が3弦の2フレット、薬指が1弦の2フレットのポジションです。もう一回やってみましょうか。1つ目のコード、2つ目のコード、3つ目のコード。ここまでいったら、4つ目のコードは2つ目のコードと全く一緒なので、形が戻ります。こんな感じ。2つ目のコードと4つ目のコードは同じコードです。こんな感じ。この4小節のパターンがもう B メロの基本パターンという感じです。ちょっと何回も何回も繰り返して覚えてマスターしてくださいませ。ちょっともう一回やってみましょう。最初の基本のコード覚えてますでしょうか。薬指、4弦の7フレットから7-6-5-5です。7-6-5-5。で、これを。こんな感じで弾いていきます。繰り返しましょう。1-2-3-4。間違えた。まあ、その時もありますけども、その4小節が基本のコードという感じです。で、これを4回繰り返していくんですけれども、この4小節を4回繰り返していくんですけれども、1回目と3回目は全く一緒です。で、2回目に関しては、後ろの方だけちょっと変わります。で、4回目に関しては半分変わります。そんな感じ。2回目いきましょう、2回目。途中まではね、ほぼほぼ一緒。ほぼほぼっていうか、まあ、2回目は簡単だな。ここまで一緒。3つ目のコードの4-3-1-2まで全部一緒。で、この時にその頭の中にその、ね、メロディーを思い出していただきたいんですけども、誰も彼も皆おのの、おのの、の時、おのの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 、って弾いてる時に、4-3-1-2まで弾いたら、おのの、おののが終わってるはずなんですよ。で、その次、セーム、イェーっていくじゃないですか。その時にその4つ目のコードをジャーンって弾いていきます。セーム、イェーに合わせて、セーム、イェーで、誰も彼も、みんなじゃ黙ってよ、もうね。おのの、おのの、セーム、イェーこんな感じで、セーム、イェーに合わせて、アルペジオじゃなくて、もういっぺんにバーンと弾いていくと。この3つ目のコード、4-3-1-2-3-4、こんな感じになります。で、3回目に関しては全く一緒で、4回目に関してはどこから変わるかっていうと、2つ目のコードの4-3-1-2で終わりです。パワー5で、おのの、ちょちょ、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 っていくんですけども、人差し指が5弦の4フレットの、パワー5に行くと。で、その次、パワー、パワー、
ーって2回ずつ弾いて、2フレット上がって、と、サビに向かって、5回弾くというような対応になっております。ここから、キャラクターが、キャラクターが、同じでございますね。ずっとイントロのフレーズをバババッと繰り返されて、で、ここからギターソロが始まるんですけども、ギターソロに関しては2個目の動画でやっていきましょう。とりあえずこの1個目の動画に関してはメロディーの部分でございました。ちょっとわかんないところがあったらね、またビデオを巻き戻しちゃっていただけたらなという感じなんですけれども、まあ、以上が、B メロの部分、兼 A メロ、メロディーの部分という感じでございます。たぶん言い残したことはない。サビ、ツルトランパニアポンポンバーリワレを全部で8回かな、繰り返すんですよ、8回。で、ペッペッっていうおまけを2回、4回、6回目の時に入れます。全部で8回繰り返す。鏡なんで、ツルパペンパニアポンポンバーリワレを8回繰り返すんです。で、この中の、 その2回目と4回目、そして6回目はペペのおまけを入れます。ここ。でも8回目はペペのおまけ入れません。2回目、4回目、6回目。ツルツル。あ、無事だ。このペペの、2回のおまけを入れます。で、8回目入れずに、ツルツル。ギターソロが開始という感じでございます。うまくできましたでしょうか。そんな感じで、まあね、次回のビデオの時にまた、ね、ギターソロ部分を攻めていこうかなと思いますので、よかったら練習してみてくださいませ。最後になりますけれども、概要欄の方に楽譜がありますので、まあ、ちょっと、ね、メモ欲しいなと思った方、もしくはそのレッスン料がてらね、まあ、ちょっとしょうがねえな、買ってやるかというような感じになりましたら、お求めいただけますと幸いでございます。そんな感じで、初心者のホリケシリーズの続きの今回の動画はマリオネットでございました。まだ1本目の動画ですけどね、次回の時も。バリバリとギターレッスンを楽しあ、ギターレッスンじゃねえや、ギターソロを、楽しんでいきましょう。滝沢勝成、ツイッターなどやっております。TIKAJAWA 滝沢という名前でツイッターなどやっておりますので、もし今回の動画の感想とか、ね、ご意見とか、リクエストとかありましたら、フォローしていただいて、ぜひリプライとかいろいろ送っていただきますと幸いでございます。それでは結構長くなったと思うんですが、これからもですね、ビデオ消した後もバリバリ練習してみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよならば、はい。